遊びは終わりだ。この俺が二人仲良く闇の世界に送ってやるぜ。手札よりマジックカード発動、死者蘇生。当然フィールドに特殊召喚するのはラーの翼神竜。だが生贄召喚ではないため攻撃力守備力はゼロ。しかも死者蘇生の効力はワンターン。このターンをしのげば神は消滅する。それはどうかね。貴様はラーの真の力を理解していない。なんだ、何が始まる。わからない。あのヒエラティックテキストは初めて聞く言葉だ。俺の主人格は千年ロッドの真の啓示を受けてはいない。俺だけが神の特殊能力を解読できるのだ。マリ、マリコの体が消えている。教えてやる、ラーの特殊能力。カードに記されたヒエラティックテキスト、その第三行節を唱えた者はこのターンのみ自らのライフをワンポイントだけ残し、残る全てをラーの能力値に変換できるのだ。プレイヤーのライフポイントをラーの攻撃力守備力に変えることができるだと。その通りさ。しかも速攻付きでね。楽しいデュエルだったよバグナー。貴様が俺を見るのもこれが最後だ。もっとも貴様が闇に消えれば俺の体は元に戻るがね。何？ラーの特殊能力、それは俺とラーが一体化することなのだ。ラーと一体化だと。ラーの攻撃、ゴッドブレイズキャノン。全てのモンスターを破壊し、そしてプレイヤーを抹殺する。知恵失せろ、俺の残留思念が。